メダカの定期報告です。結構ね、稚魚が生まれてきました。そこそこいます。なんか2代目とか3代目とか4代目とか言ってますけど、まあ、だいたい2、3代目ぐらいから生まれてきたものをもう今ごっちゃんに入れてます。1種類だけです。この種類ですね。また新たに導入したいなと思ったんですが、今調整中です。とりあえずこの冬を乗り越えられるかどうかが今の僕の課題なんで、もう少しこの子たちも大きくなって冬自宅をまた考えなあかんなと思ってます。でこの池からもう出したくないんで、朝夕温度差がですね出てきたら、ヒーター入れるつもりでいます。まあ、そんな感じでちょっといろいろしのいでみようかなと。もう室内で買うつもりないんで。でまあ今回その稚魚がうまいこと育ってくれてる、まあ、理由の一つとしては、他に設置してる池がまあすごくいいグリーンウォーターになってくれてるんで、この水飼育水をですねこちらに足すことによって、小さい稚魚もですねまだ生き延びることができているっていうのが今の僕の見立てですね。ただですね、この池のところばかりにですねボウフラを産みつけ上がるんで、夜はですね完全に隙間がないようにですね、まあ、空気は通るようになったんですが、すだれをね二重にして蓋してます。だから毎朝ちょっと作業せなあかんっていうところがあるんですが、まあ、そのおかげでボウフラもこれですねこいつもかなり数が減ったんで、そこそこまだマシになったかなと。それが今日の話です。まあなんせたくさん育ってきてくれてるんで、今多分30匹近くはいると思われます。またこれからも続々生まれてるんで、今9月の中旬なんで、まあ、10月に入ったらもう多分ヒーター入れなあかんかなって感じになると思うんですが、なんとか屋外で大きくしてみせたいと思ってます。で来年入ったら早々もう次の種類どうするかっていうのを考えていこうかなと思ってます。次の種類と、まあ、交配ですね。まあ、それはまあ春に向けての話ですけど、まあ、ある程度は考えてるんで非常に楽しみですね。この冬乗り切るんが今一番の課題です。ぜひ山口純チャンネル登録お願いします。メダカ定期報告でした。